はい、そしたら、いつも僕が、やっているスピード練習をちょっと見せていきますね。で、一応ね、ここのこれ 23.5 やねんけども、まあ、旗の下、ね、あそこの旗の下が 18.5 メートルぐらいなん で、そこまでダッシュして、で、帰りはイージーで、ちょっと帰っていきます。それを4本やっていきますね、4本ね。はい。で、順番に、本命の順番でいきたいんやけど、ちょっと僕、膝がもう一つ良くないんで、クロール、バタフライ、海泳平泳ぎの順番で、はい。ちょっと行きます。ほんで、一個ポイントとしては、ここでね、動画見てくれてる、方々にも、一個だから、これを注意しなあかんってことがあると思うので、ね、で、それは、一個だけ何かね、ここでしっかり強調して、ね、ここで強調してから、ダッシュしてあげると、それがピタッと自分の泳ぎにはまりやすいんです。ね。はい。で、まず、クロールからやっていきます。で、僕は、ここの前、ぐっとこうね、伸ばすっていうのをちょっと意識してるので、で、これを伸ばしてピッチが落ちたら意味がないから、そのままピッチを上げるために、こういうストロークを10回やってます。ね、10回やってからダッシュすると、ピタッとはまりやすくなるんですね。はい、ほなやっていきます。で、ちょっと10秒ぐらい休憩してあげてください。はい。はい、流します。ちょっと早いけど2本目いきます。で、2本目バタフライは僕ドルフィンキックの時に前に進みたいから、こうストリームラインで背伸びを上に絞ることを意識してるので、これを10回やってからバタフライ行きたいと思います。はい、はい、さあ行っていきます。バックね。で、バックは、あんまり何も意識してないんで、そのまま行くんやけども、まあ、例えば、キックしっかり入れたいという人は、ここで、こういうキックとかね、やりながら、ちょっと10秒ぐらい休憩していくと、いいと思いますんで、ね。まあ、バック行ってきます。平泳ぎはキックをしっかりと足のここでね引っ掛けて蹴ることを意識したいのと、お尻がこう水の上に出してしっかりと高いボディポジションで泳ぎたいんで、ここで壁キックを5回入れてから行きます。カン、はい、これをしっかり休憩取りながらやってみてください。以上です。